皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の13回目、今回は除法二数の割り算の小というタイトルでお話します。この割り算のことを除法と言って、その結果割り算の計算した答えですね、このことを小と呼びます。ここでは2つの数を割り算したとき、その小、つまり計算した結果が正の数になるか負の数になるかということをお話しします。それを考えるとき、まず除法掛け算から答えがどうなるのか、これを考えていきましょう。括弧1、7×6 は42ですね。正の数と正の数をかけたら正の数になりました。だから42÷6、42÷6、この答えは7になるはずですね。正の数割る正の数、これは正の数でした。括弧2、9×-8 は -72 と、正の数と負の数をかけたら答えは負の数になりました。だからマイナス72割るマイナス8、これは9になります。マイナス72割るマイナス8は9ですね。つまり負の数割る負の数やったら正の数になった。括弧3です。マイナス4×5はマイナス20、負の数かける正の数ですから答えは負の数になりますね。だからマイナス20÷5、マイナス20÷5、この答えはマイナス4になるはずです。マイナス4ですね。負の数割る正の数をやったら答えは負の数になったと。括弧4番、マイナス3×-2、負の数かける負の数はこれ正の数ですね、6です。だから6÷-2、6÷-2、この答えはマイナス3になるはずです。正の数割る負の数は答え負の数になった。これを考えてみると、上正割る正、正の数、負割る負、正の数、同符号同士の二数の割り算、これは正の数になっています。それに対して下の2つ、負の数割る正の数、正の数割る負の数、答えは負の数になっていますよね。つまり右符号同士、プラスとマイナス、マイナスとプラスという関係の割り算、答えは負の数になっていると、こういうことがわかります。ではここにまとめておきましょう。同符号同士の二数の小は、これは正の数になります。微符号の二数の小、この下の2つですね、この答えは負の数になると。つまり負割る正と正割る負という関係は、答えは負の数だよと、こういうことが上のことから分かりました。これ大切なのでもう一度言っておくと、同符号、正の数割る正の数、負の数割る負の数、答えは正の数になると。で、微符号の二数の割り算、この小は、つまり正の数割る負の数、負の数割る正の数、この場合は答えは負の数になると、こういうことですね。じゃあこれをもとにして練習問題4問解いていきます。括弧1、-10÷+2、負の数割る正の数、微符号同士の二数ですから答えは負の数になって -5 です。括弧2番、-9÷-3、負の数割る負の数、同符号同士ですから答えは正の数になってプラス3ですけれど、プラスはここでは省いて書きます。括弧3、20÷+5、この20というのはプラス20、正の数のことですよね。正の数割る正の数、同符号同士の割り算なので答えは正の数になって、答えは4ですね。プラス4、または4と。括弧4番、56÷-7、正の数割る負の数、微符号同士の二数の割り算、答えは負の数になります。ですから答えはマイナス8と、このように計算できるわけです。今回は割り算の小の符号、これがどうなるかについてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
さようなら。